お待たせいたしました。早速各地の素晴らしい芸能の共演お楽しみいただきましょう。この芸能大祭、見に来てくださっている皆様の力がなければ続いてこられませんでした。そしてこれよりご覧いただきます芸能も地域の力により復活し、今日までつなげられている芸能です。岩手県盛岡市からお越しいただきました豊漁田獅子踊り保存会の皆さんです。Thank you.
ゃあ杉森がやりますのでご覧ください。初まぐろは水国西国流れ閉じてこれを誰羽を休めろ羽を休めろ違いない。
Oh,
さあ、そしてこちらにはかわいい獅子2頭。こちらはですね、健太くんとゆいちゃん兄弟、さらにお越しいただきましたのはお父様、佐々木明さん、佐々木さん親子でございます。撮る？大丈夫？眩しい？大丈夫？ゆいちゃん、お話ししてもいい？ゆいちゃん何歳ですか？5歳。すごくみんなと一緒に頑張って踊りましたね。どうでしたか？踊ってみて。楽しかった。この獅子踊りの好きなところはどんなところだろう？あら、お父さんがいろいろ教えてくれてますよ。お、恥ずかしくなっちゃったみたいですね。今日家族会議が始まっていますけれども、楽しいところある？教えてくれる？恥ずかしくなっちゃって、ちょっと恥ずかしくなっちゃったね。ね、でも楽しく踊れたよね今日。よかった、ありがとうございました。あー、眩しいよね、いっぱいスポットライト浴びてるもんね。じゃあお兄ちゃんに聞きましょう。お兄ちゃん、健太くん何歳ですか？9歳です。どうでしたか、踊ってみて。楽しかったです。健太くんは何歳から始めたんだっけ？3歳です。これからどんな風な踊り手さんになりたい、目標にしてる人とかいるかな？お父さんです。やっぱりお父さんかっこいい。はい、かっこいい。お父さんもガッツポーズですね。そうだの、でもゆいちゃん、そうだの、そうだよね。ゆいちゃんもお父さんみたいになりたい？うん、なりたい。やった。お父さん嬉しいですね、あきらさん。はい、嬉しいですね。でも本当に汗だくでね、この中はらっしゃるんですけれども、こんな風に親子で踊れるって本当に幸せなことなんじゃないかなと思うんですが、いかがでしたか？そうですね、なかなかあの親子の時間を取ることが難しい中、こういうふうな踊りで共通のことができるというのはとても幸せに思います。そしてこの獅子踊りというのはさすが岩手なだけありまして、サンさんの雰囲気も感じられる独特な方の獅子踊りかなと思ったんですけれども、特にこの獅子頭に特徴があるそうですね。そうですね、あの見てもらうと分かるんですけども、一人ずつここに絵が描いてあるんですけども、この絵が微妙に一体ずつ違うように模様がなって、息子のはちょっと同じようになってるんですけども、娘のは、はい、違うようです。またちょっと違う雰囲気で前見られるかな。よいしょよいしょ、眩しいかな。そうで、こんな可愛い獅子頭なんですよね。その踊りを踊って、そしてこうやって親子で若い子たち、子どもたちにもどんどんこの伝統が伝わっていくって嬉しいことじゃないでしょうか？そうですね、あの今はあの自分の子どもたちだけなんですけども、今だんだんこう小学校とか中学校にこう裾野が広がってきているので、これからどんどん盛んになっていってほしいと思います。ありがとうございました。あきらさんもね、もう20年以上中学生の頃から続けられていらっしゃるというお話も伺いました。皆さんを代表して佐々木さん親子にお話をお伺いしました。ありがとうございました。あきらさん、健太くん、そしてゆいちゃんでした。りできた。ありがとうございました。眩しかったね。ありがとうね、ゆいちゃん頑張ってくれました。健太くんもありがとうございました。